始めます。畳の国のいぐさ博士、始まり。ありがとうございます。ねえ、もう今のね、YouTube とか、クラブハウスの時代に紙芝居、ね、これやっていきましょう。畳の国のいぐさ博士、この真ん中に映ってますのはですね、森田先生といいまして、北九州大学で実際畳の研究をしていらっしゃいます。この方のお話です。畳は畳表の表面をいぐさでくるんで作ります。縁には畳表で縫い付けることにより、畳を補強し装飾を兼ねて畳面というテープ状のものが作ります。いぐさ博士は畳の原料になるいぐさが私たちの生活にどれだけ役に立っているか頑張って毎日研究をしています。今日もいぐさを研究するぞ、毎日頑張って働いています。湿気が多くて夏はジメジメしている日本ですけれども、クーラーや換気扇がない時代はどうやって夏の暑さを乗り切ったでしょう。博士はいぐさが夏の暑い時には部屋の湿気を吸って感じること、冬の寒い時には湿気を放出して暖かく感じることを発見しました。昔の人たちは畳を敷いて暑さや寒さを乗り切ったことが分かります。夏は畳でクールビズ、冬は畳でウォールビズ。畳は天然のエアコンです。畳を敷いているとエアコンの使用量が減らせて節電にも役に立ちます。さらに畳は部屋の中の有害物質、ホルムアルゼンチンや酸化水を吸ってくれます。また水の菌や足の裏の臭い匂いの菌も排除してくれます。これは、木の床とか他の植物にはなく水さんだけの根源です。畳でゴロゴロしていたいぐさ博士は、いぐさの香りにリラックス効果があることを発見しました。その香りの正体は、森林の香りと同じ、ドンチッドという香りが含まれていることが分かりました。いやー、リラックスしてー。それでは、集中力もアップするのではと、畳の特別調理で、学生300名に対する調査をしました。畳敷きの教室で150人、普通の教室で150人、計算問題を解いたところ、畳の教室の方が 14.4% 成績がアップしたことが分かりました。また畳の部屋の方が疲れにくいということが分かりました。畳の集中力持続効果は今、子どもたちの勉強の強い味方です。また、畳は弾力性があるので、転んでも気が立つくらいです。しかも、音を吸い込んでしまう力もあるので、叫んでも隣の人に迷惑になるくらいです。今、全国各地に畳の教室や学習室、いろんなものが登場しています。子供部屋もぜひとも畳に来ていただいたらいかがでしょうか。いぐさは昔から薬草としても使われています。そこで現在、お茶、お菓子、アイスクリームなどの食べ物、入浴剤や洗剤にも使われています。また畳が2段など面白いグッズも作られています。こうしていぐさ博士は畳の新しい効果を発見して、畳の国に帰っていきました。そして今もさらに眠っている畳の奇跡を求めて研究をしています。